こちらは国土交通省です。国道1号を大津方面へ向かっている方に道路交通情報をお知らせします。金山市駅長1の所で照明塔補修工事のため片側交互通行となっています。なお上の間は水面に雪が降ったり路面が凍結する恐れがあります。水面装備は日頃から備えて通行するよう心がけてください。